山崎義彦選手の登場です拍手お願いしますどうぞお座りくださいさあ、えー、それでは早速ですけどもねレース振り返っていきたいと思います、えー、角からでしたけども、はい、はい、スタートに関してはどうでしたかね渾身の全速いいスタートだと思うんだけどなそうですねどうですかあの覗き加減とかスリット付近の <laughs> うん15号機にしたらもうちょっと出てもいいんじゃないのって感じですねそうですかあの15号機最初に山崎智也選手が輸出してるんですがその後群馬勢が引き続き引いてちょっとあんまり目立ってなかったんですよあ、そうなんですかはい。イメージ的にじゃあやっぱ智也の時のペラの形の方がいいのかもしれないですねそこからやっぱりちょっと変わってる可能性があると全然もう違う形になってま違うんですかなるほどで 今日はちょっと叩いてはいったんですか。そうですね。あの7月走った時の形にしてみたんですけど、はいなんかもうちょっと足が欲しいなって感じですね。そうですか。あ、その智也選手が引いた時に参加されていて、はい。そうです。足汗もされて、そうですね。はいはい。その時の感覚というかその見た感じが、は智也すごい出てたんですよ。ええええ。うん。純油でやっつけられちゃったんですけど。ああ。その足が欲しいなと思うんですけど。そうなんですね。はい。まあただ。 まあ、そういう中でも結果が出て。そうですね。はい。ということは、まあ、これからたっぷり時間もあるので。はい。まあ、たっぷりと、今、コンセスに関してはね、始まったばかりですから。まだまだ挑戦の余地はあるかなと。はい。まあ、決して悪いやつじゃないですけどね。ええ、ちょっと欲張ってるだけで。はい。はい。一番どのあたりがあれなんですかね。欲しい。欲しいのはやっぱり、戸田は行き足が欲しい。行き足。はい。うん。その辺はまだ、もう少し、もう少し欲しい。ではい。後半は一号艇です。はい。はい。 えーまあ、時間、そんなにないですけどもそうですね、まあ、チルトとかもやって、まあ、もう試運転して、うんはい、それからまあペラを合わせるかなんかですねチルトは前走者のままゼロで今日は、ねね、ゼロでいきました後半はスロー想定ですし、はい、下げる可能性はあるかなもしかしたら下げるかもしれないですねわかりました、まあ、ただ、いいスタートになりましたのでね、はいはい、後半に向けても最後一言お願いしまたここに来れるように頑張ります応援よろしくお願いします。 第5レースを制しました、山崎義明選手でした。